おはようございます。この電車は4時51分発 B 快速新大阪行きです。止まります駅は熊取までの各駅と東岸和田、泉府中、大鳥、三国ヶ丘、堺市、天王寺、新今宮、弁天町、西九条、終点新大阪の順に止まります。普通電車との連絡は東岸和田で大鳥まで各駅に止まります。区間快速天王寺行きに、大鳥で普通電車天王寺行きに連絡いたします。
関西空港方面へお越しのお客様は、ひねの駅でお乗り換えです。51分の発車です。発車までしばらくお待ちください。発車いたします。ドアにご注意ください。1番線から B 快速新大阪行きが発車します。 いたしました。おはようございます。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。 B 快速新大阪行きです。途中熊取まで各駅に止まります。天王寺には5時59分、終点新大阪には6時20分に着きます。普通電車との連絡は東岸和田で大鳥まで各駅に止まります。区間快速天王寺行きに、大鳥で普通電車天王寺行きに連絡いたします。車掌は吉高です。途中天王寺までご案内いたします。まもなく紀伊中之島、紀伊中之島です。お出口は左側です。
は武蔵田、武蔵田です。武蔵田です。お出口は左側です。次はキーです。
出口は左側です。次は山中谷です。
中谷、山中谷です。お出口は左側です。次は泉鳥取です。泉鳥取です。お出口は左側です。次は泉砂川です。
川、泉砂川です。お出口は左側です。次は新下です。新下です。お出口は左側です。次は長滝です。
長滝です。お出口は左側です。次はひねのひねのです。関西空港方面へお越しのお客様はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。ひねのひねのです。お出口は右側です。関西空港方面はお乗り換えです。シャトル関西空港行きは橋を渡られまして1番乗り場から5時39分発です。ひねのを出ますと次は熊取に停まります。ドアから手を離してお待ちください。関西空港行きご利用ください。駅バスにお越しください。